ですお願いします。9割の方からおしゃれと言われる GU で1万2000円分最も流行るトレンドスタイルを皆さんで行ってみよう行ってみよう行ってみよう。どうも皆さんこんにちは、ゲンジです。本日は皆様に大切なお知らせがありこの動画を撮影させていただいております。というのもこの度私ゲンジはファッション YouTuber 育成プロジェクトを発足いたします。イエイ。ということで、なぜこのような運びになったのかっていうご説明や、僕はどんな夢を抱えているのかっていうご説明、さらに今アパレルがどのような流れになっているのかっていうご説明や、インフルエンサーとしてどのようなポイントが重要なのかというところまでもお話しして、さらに詳細を皆さんにお届けできればなと思います。では早速行ってみよう。はい、というのは本日はファッション YouTuber をゼロから僕が全力で育成していくお話をしていきたいと思います。で、それにあたりオーディションを開催するので、そちらの詳しい詳細やちょっとした僕の夢のお話までも皆さんにしていければなと思います。というわけで今回の目次がこちらでございます。本当に興味ある人だったりとか、あとはアパレルで働いてんだけどどうにかこうもっと発信力をつけたいだったりとか、あとは将来進路に悩んでんだけども洋服のことを仕事にしたいだったりとか、あとはファッション YouTuberになるためにはどうすればいいのかわからないって方、もしくは今インスタグラムで発信力をつけているんだけれどもどうしてもそれだけでは生活できないだったりとか、より大きく発信したい方々に向けて僕なりの話、そして僕なりにできることは何なのかってことをお話ししていきたいと思います。ということで、まずはじめにですね、僕の夢のお話なんですが、僕が今こうして YouTube で発信していたりとか、ウェアで発信していたりする根本の大きな目標なんですが、僕は日本中の男性に自信をつけさせて、もしくは勇気を持ってもらって人生を変えてもらうべく YouTube を通して日々ファッションを発信しています。ですので、そこで変われたことによって幸せになることが僕にとっての幸せなんですよ。それは昔からウェアを始めた頃からもそうですし、今後も30代40代50代60代になっても変わりないし、さらに言うと僕が死んだ後もファッションによって幸せになったりとか、ファッションによって人生が劇的に変わる人たちが増えていくことを本気で願っているんですよ。で、そうした時にですね、僕ふと思ったんですよ。これ僕が急に2年後3年後パタッと、まあ、極端な話この世からいなくなってしまったら、一体誰が YouTube でもっともっと大きくファッションのことを発信するんだろうというふうに思ったんですね。で、今もうすでにものすごくいいクオリティのファッションの動画を作ってくださってるファッション YouTuber さんたくさんいらっしゃいますが、コーディネート方法だったりとか、あとはユニクロ GU だったり、あとはまあやっぱり男性たるものどこで自信を覚えるかっていうと、やっぱりこう女性と自信持って話せるだったりとか、もっともっと0から1にする発信をしている方がもう現在いるんですが、僕がいなくなってしまった時にその僕の穴を埋めれるファッション YouTuber さんが2年後いるかなと思った時に、もうその時いるかもしれません。ただ僕が今0からしっかりとそういったファッション YouTuber さんを見つけて一緒に育成していって、もし万が一僕がパツッとこの世からいなくなったりとか、パツッと、まあ、もし引退した時に、その方が、もしくはその方々が動画を通してより世の中に発信できたら、ファッションによって幸せになる人がより増えていくんじゃないかなというふうに本気で強く思ったんですね。で、じゃあそれを思っただけで終えてしまうのか、そうした方がいいなとは思いつつも、まあ言うて生きてるし、別に明日も明後日も1週間後も1ヶ月後も2年後も3年後も正直自分で発信できるんですよ。し、現状維持のまま過ごせるんだけど、今のね、小学生の方々とか、今こう幼稚園保育園もしくはまだ生まれてない人たちが僕と同じ高校生の頃の悩みを抱えてほしくないんですね。というのも過去の動画でも言ったんですが、僕は少しね話で長くなってちょっと申し訳ないんですが、学生の頃自分に全然自信がなくて、ファッションによってこう自分に自信が生まれて、こうして今皆さんにもお話ができてるんですよ。本当にファッションには感謝してるし、自分がたまたま気づけただけで、たまたまというきっかけをいかにみんなに持ってもらえるかって考えた時に、僕一人ではなく一緒に発信してってくれる人たちをもう思い切って募集しようという風になりました。ですので、今回ゲンジによるファッション YouTuber 育成プロジェクトという自分の中でかなり大きなプロジェクトを開始させていただく次第でございます。はい、こういった動画って緊張するよね。で、
僕の夢の話はちょっとだけもうちょっとだけさせていただくと、さらに言うとクリエイターにクリエイティブを、というのもそれは何を言ってるかというと、僕がウェアで4年前5年前ありがたくもたくさんの方に見ていただけて8万人9万人ぐらいいる状態でも、正直言うとウェアだけでは生活できなくて日雇いのバイトをしていました。そうするとなるとどうしてもこうクリエイティブな時間というか写真撮る時間とか SNS にかける時間が少なくなってしまうんですよ。ってなるとどうなってくるかというと、その写真によって参考にしている人たちが参考になれなくなって、どん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 皆さんの洋服へのスピード感も遅くなってしまうんですね。ですのでまずはインフルエンサーさんがより大きく成長することによって、バイトもせずにしっかりと SNS だけで生きていけたら、より日本のアパレルは大きく成長するんじゃないかというふうに思ったんですね。ですので大きく分けて、一番は日本をファッションによって変えたいっていう目標がある中で、そうした中でどう変えるべきかってなったら、インフルエンサーさんを育てる、育った結果目標の到達に向かうんじゃないかというふうに強く思ったので、この度プロジェクトを発足いたしました。というわけでここまでが目標だったり夢だったりとか詳しいお話でございました。で次の目次のこちら、はい、果たしてファッション YouTuber である必要性ってあるのって話をしていきます。というのもですね、まあ、今インスタグラムだったりとかウェアとかモデルさんだったりとか様々な発信方法で発信してる方がいます。ですのでそれでもいいじゃんって思う方が中にはいると思うんですが、僕はファッション YouTuber に自信を持っています。というのも、例えばインスタグラムで一つ投稿したとしても、じゃあそれが2年後どのような形になっているかというと、どうしてもこうスクロールをめちゃくちゃしないと2年前の投稿ってあまり見られにくい状況になってるんですね。ただ YouTube であれば2年前の投稿、今皆さんのもしかしたら関連動画であなたのおすすめにっていうことで僕の2年前の動画が皆さんにおすすめされてるケースもありますし、2年前の動画を概要欄で直接皆さんに促すこともできますし、さらにはもっともっと根本的なところで言うと、洋服を写真ではなくリアルなところで、さっきからずっと気になってしょうがないんですけど、ここ黒いのがあんま気に入ってないんですよね。でもこの黒いのが気に入ってないよってお話をしっかりとこの動画上でお伝えができたりとかしたり、さまざま他の SNS ではできないことがファッション YouTube では可能なので、一人でも多くの方々を SNS でこうファッションを楽しんでもらうっていう目標の中で、一番こう YouTube が最適だっていうのは僕も自信あるし、今のお話で少しでもこう理解が進んだ方がいることを願います。そうした中で僕の理想は希望者全員をしっかりと育成していけることが理想ではあるんですが、それはねさすがにまだまだ僕の会社はですね小さいところもあるので、現実を見て、まあ、1人から、まあ、3人ほど育成していこうというふうに考えています。ですので僕がこれから立ち上げるインフルエンサーの事務所に所属してもらう形になりますので、ぜひそちらを念頭に置いた上で、ご検討していただければなと思います。次の目次に移るんですが、そうした中で、いや現地の育成のもとでやるメリットあるのと、いや別に俺現地さんのもとでファッション YouTube 始められるし、今極限のこと言うならばパソコンとカメラさえあれば、まあ、いつでも誰でもファッション YouTube 始められるんですよ。ただ僕のところでやる、まあ、メリットだったりとか僕にできることをお話しさせていただきます。というのも僕はですねファッション YouTube を始めて3年間経ちました。そこで得た、まあ、サムネイルの作り方とか動画の撮影の仕方、あとは企画の仕方、あとは構成、さらに意識の持ち方、様々な方法だってノウハウを学んできました。それをゼロからではなく、それをお伝えした上でしっかりとスタートができるだったりとか、あとは機材の貸し出しですね、カメラの貸し出しだったりとか PC の貸し出しとか、あとは撮影環境のサポートもさせていただきます。さらにはファッション YouTuber たるもの、やっぱり洋服取り扱うじゃないですか。でも洋服ってもちろんお金かかりますよね。でそのお金がないなっていう方でも洋服に対する金銭のサポートだったり、さらには現地のねこう洋服の貸し出しや、あとはご提供だったりとか、あとは今回何人の方を採用するのかは、まあ、オーディション次第にあるんですが、そのクリエイター同士の、まあ、洋服の貸し借りなどもできるので、発信する上で洋服がないっていうことはもちろんないのでご安心ください。さらには担当マネージャーをつけるので、例えばクライアントとなんかこうめんどくさいやり取りがあるよって場合もそのマネージャーが行うのでご安心ください。でさらにゆくゆく、まあ、自分のブランドを持ちたいとかコラボアイテムを出したいっていう場合でも、そこをつなげたり僕らがサポートすることによってその夢の実現もしっかりとサポートさせていただきます。何よりね、まあ、僕もたくさんの壁にぶつかってきました。こうした時にどうすればいいんだろうとか、こういった問題が生じた場合はどうすれば解決できるんだろうっていう場合でも、僕らチーム一同でしっかりと一緒に考えてしっかりと問題解決進んでいくので、まあ、ぜひ一緒にですね世の中にファッションを発信していく仲間が今回の動画を通して応募してくれることを心の底から強く願います。
で、その応募条件なんですが、ゆくゆくは、まあ、女性のね、ファッション YouTuber さんの育成もできたらなと思ってるんですが、今の段階だと男性のみでございます。さらには高校1年生から29歳限定でございます。さらに未成年者の方は保護者の同意が必要なので、そちらも踏まえた上で応募してください。さらに動画で顔出しができるマスクなどは NG とさせていただきます。さらに身長なんですが168センチから180センチまでとさせていただきます。次、合格したら関東に住める方、次 YouTube に週4本以上動画投稿ができる方などなど、参加条件がいくつか出てきますので、そちらに関しましては下の概要欄でさらに記載しておりますので、ぜひそちらも合わせてチェックした上で応募していただければなと思います。で、その応募フォームなんですが、もうすでに下の概要欄にリンクが貼ってあります。その応募フォーマットに書く項目なども、多々ございますので、そちらに関しては下の概要欄から飛んでチェックしてみてください。で、こちら今ご覧いただいているのが今回の育成プロジェクトにおいてのオーディションの今後のスケジュールでございます。ぜひ応募する方はこちらの日付も押さえていただけるとスムーズに進めるので、よかったらそちらもよろしくお願いします。ということで、本日は皆さんに僕の夢のご説明や、なぜこのような運びになったのか、そして事細かな条件だったり、僕がどのようなサポートがしていけるのかっていうご説明をさせていただきました。少しでも興味がある方、そして少しでも世の中に対してもっともっとクリエイティブな活動をしたい、そして発信したい、インフルエンスを起こしたいって思う方は応募していただけると幸いでございます。ということで、明日からですね、僕は日常変わらずファッション動画発信していきますので、明日からまたファッション動画楽しんでいただければなと思います。では次回の動画でお会いしましょう。以上、現地からのお知らせでございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。夏のトレンドシャツと万能ボトムを皆さんにご視聴